皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年7月の2日、10時40分。まあ、国会議員の方たちとかにご相談なんですけども、もうホームページ淡井圭介の履歴の一番の、まあ、例えば、7月1日、こちら月曜日だから、まあ、いや、まあ、スポーツの勝ち負け、本日は休みですという内容のものを、前日にあらかじめ打ち込んでたんですけども、それがいつの間にか消えていた。で、2日の内容のものも、消えていたんですね。で、多分これはコンピューターのサイバー攻撃じゃなくて、多分人間が消してるんだと思います。っていうのは、即座に消えてたわけではなかったと思うので、多分それは、まあ、どこか、で、人間が、アクセスしてきて、まあ、家の中から、その、パスワードとか記載されてた、そのノート、一切合切いろんなものを含めてですね、それが盗まれてましたから、また、一応、まあ、警察の方に通報して、まあ、家の中に帰ってきたりはしてるんですけども、まあ、月曜日も無理やり起こされてました。で、月曜日のその、まあ、日付で言うと7月1日に男子バレーボールの決勝戦が行われてたのではないでしょうか。まあ、私の方も特別その、始まる時間帯とかを確認してませんでした。で、テレビの放送も地上波でなかったものですから、まあ、特別取り組もうという気はもう BS 放送にある程度の準々決勝か準決勝ぐらいから、まあ、男子にしても女子にしても BS の方だったわけじゃないですか。だからまあその時点でっていう部分もまあ多少なりとも本音としてはありました。でまあただし結果的に見ると両方ともまあ女子も男子も銀メダルが取れてるというところはまあかなりの結果は出してるはずなんですね、今までのことを考えますと。その7月1日のそのスポーツの勝ち負け、本日は休みですっていう内容のことを消しとくことによって無理やり勝とうとしていた人間がいたのかどうか、だからまあその辺のところですよね。まあそのあたりのことも国で調査していただきたいのと、あとまあ人間じゃなかったとしたら、コンピューターのサイバー攻撃だったとしたら、自動でそういうふうな内容を消すような内容を誰かがインプットしていたということに、まあ、なるということですね。だから、まあ、その辺のところもしっかり国の方で対処していただきたいなと思います。まあ今はカリブ海諸島で発生している、まあ、台風、まあ、海外の言葉だとハリケーンですが、まあ、そちらの方の、まあ、雨風を、まあ、できるだけ取れる国、まあ、特に赤道直下とかで晴れている国とかは、雨を取ったりだとか、まあ、風に関しては風力発電のところをメインに世界中で、まあ、台風からしっかり風を取って、まあ、それでも台風の勢力は大きいのであれば、まあ、世界中の、特にあまり風が吹いてない地域で、まんべんなく、風を取っておくと、まあ、そうすることによって、まあ、勢力を小さくしていくと、まあ、そういうことです。というわけで、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。放送法第6条の2の方ですね、防災のための放送、まあそういうふうな意味合いでもう、掲載しています。以上です。あと、それとですね、その7月1日の分などがこう消されたのが影響なのか、まあちょっとはっきり理由わからないんですけども、まあ夢の中で、まあ小林麻耶が出てくる夢だとか、その翌日、昨日に関しては安藤美姫が出てくる夢だとか、いや、翌日じゃなくて今日の朝ですね。で、まあ夢の内容自体はあまり良いような内容ではないんです。で、
まあ、小林麻耶という元アナウンサーは TBS のアナウンサーであって、 TBS が、バレーボールの今回のあのネーションズリーグに関して、地上波で放送していて、その後 BS でも放送していると。あ、まあその辺のところをたどっていくと、そのコンピューターによって、夢を見さされている可能性っていうものが非常に高いと。まあこれが今の AI 社会によるものなのか何なのかというところですね。人間が意図的にそういうような夢を見させてくるっていうのもちょっと考えにくいので、まあ精神的にまあ疲弊させるためなのか何なのか、まあ今はもう聞こえてこなくなったんですけども、少し前は、数年前とかは、子供の頃の小林麻耶の声などを、まあ、聞かされたりとか、まあ、昔、神戸市兵庫区、僕が小学生1年生ぐらいか、幼稚園児ぐらいの頃に、まあ、多分東山高校に遊びに来たことがあったと思うんですね。で、まあ、夕方かそれぐらいに、もう帰ろうっていう声なんですけども、まあ、そういうふうな、もう帰ろうっていう声を、コンピューターが聞かせてくると。だまあ、まあ、2日前にそういう夢を見た後、まあ月曜日ということもあって、ちょっといろいろ調べてみようと思って、もう一度まあ、このパターンも何回、もうこれ2、3回目なんですよ、このパターン。で、まあ一応小林麻耶 の内容を確認すると、まあ離婚したことになっていて、再婚してるということになっています。まあそもそも本当に離婚したのかどうかもよくわからないという、こちらの本音から言うと、まあよくわからない状況、まあ向こうは向こうでその電波でこう無理やり起こされてとか、そういうふうな状況が発生したのかもしれませんし、まあそれによってまあ離婚はしてみたけども状況は変わってなくて、それで再婚したかとか、まあ本人らに聞いてみなかったらわからないことなんですけども、まあ、とにもかくにもコンピューターの電波で余計なことしすぎですね。それで余計なそのエネルギーを消費している。だからまあその辺のところも国連というレベルでしっかりと変えなければならないということですね。以上です。